皆さんエクササイズをしましょう。椅子の背を両手でつかみ、腹筋を意識しながら腹部まで引き寄せ10秒数えます。その後ゆっくりと膝を伸ばして元の位置に戻し、床につく前に止め10秒数えます。それでは使われる筋肉について説明します。まず腕の伸ばしに上腕三頭筋が使われます。次に脚部の曲げに腹直筋、大腰筋が使われます。脚部の伸ばしと足の伸ばしのキープに脊柱起立筋、大臀筋、大腿四頭筋が使われます。それでは実際にやってみましょう。また一緒にエクササイズしましょう。